はい、じゃあよろしくお願いします。え今回は小学校3年生の算数、10や0の掛け算やっていきましょう。で、こんな感じで授業の動画を投稿しているハイチと言います。これからもよろしくお願いします。で、今回はね、小学校3年生のスタートの動画になるので、少し簡単に説明させてくださいえ。この動画はですね、こんな感じで 問題がパッて映ってますので、ぜひ解けそうだなと思った時には動画をピッと止めてノートだったり、あとプリントにやってもらえたらと思います。で、あと早送りしてもらえれば丸付けすることができますので、そんな感じで使ってみてください。ただ、問題見た時に、え、難しいってわかんなそうだなって思う方は、今からね、説明しながら問題解いていきますので、授業を受ける感じで聞いてもらえたらと思います。そして最後に、ちょっと変なマークあります。 これ私が勝手に言っている鬼マークと言っているんですが、このマークはちょっと難しい問題を取り上げるとき、あんまりここではね、本当は学校で習わないんだけど、ちょっと出しちゃったよみたいな問題のときに使いますので、あ、難しい問題なんだと思って、ぜひそこも聞いてみてください。いいかなでは、早速ね、ポイントからやっていきましょう。 まあね、長くなってもね、飽きちゃうから、サクッといきます。で、今回はタイトルにあるように、10とか0が入ってる掛け算です。見てもわかるね ?0 が入ってたり、10が入ってたりしてます。で、まず1個目のポイントとして、掛け算のパーツに、えっと、私、パーツって言い方をします。あの、掛ける数と掛けられる数ってありますよね。これ、パーツって呼んじゃうんですけど、そこに0があったらもうラッキーです。なぜかっていうと、答えが 単位に0だから。いいですかこれは、かける数、かけられる数、どっちに来てもそうです。0が入ってたら、答えは0なんです。だから、もうね、5×0、0×7 って書いてありますけど、はい、全部0。0×0 も0になります。こことかね、321って大きいなってなるんだけど、0がいたらもう0なんです。いいかなこれが今回1個覚えてほしいこと。そして、 次は10です。10のある掛け算にチャレンジ。で、まず、2×10 っていうのがあります。もちろんね、ここで解ける方もいると思うんですが、ちょっと説明させてください。で、1個ね、ここで覚えてほしい掛け算のルールがあります。それが、2×10 って、10×2 に変えても OK なんです。掛けられる数と掛ける数ってひっくり返してもいいの。計算するときだったらね、同じ答えに絶対になります。 で、10×2 ってなった方が、実は分かりやすい。あと、ピカンってね、こう、ひらめく子が多いんです。なぜかっていうと、これってね、みんな10って、あの、お金で10円玉ありますよね。つまり10、10×2 って何を言ってるかっていうと、10円玉が2つあるよっていうのと同じです。 これだとね、まあ、2円玉なんてないんだけど、2円玉が10個っていうイメージになっちゃうからね。こっちの方が多分分かりやすい。で、10円玉が2つ、10が2つだったらみんな答えいけそうじゃないそう、20だよね。だから、これ答え20です。で、つまりこれも答えは20になります。 ただ、毎回これをひっくり返して、十円玉の絵を描いて、なんですると大変でしょだから自分の中で、もちろんこれがね、パって答えが出ればそれでいいです。でも、頭の中で、あ、これ十かける二と一緒か、あ、十円玉が二つか、あ、二十じゃんっていう感じで思っていくことができますので、そういうふうに考えられるよっていうのは覚えておいてください。いいかなで、同じようにいくと、十が三個。ってことは、はい、三十。 で、6×10。まあ、6が10個よりも 10×6 の方が分かりやすそうだよね。だから、10が6個。一回書いちゃおうか。10が6個も同じだよって。すると、これは、六10になります。もちろん、こう書かなくていいからね。これは。書かなくていいんだけど、説明で書か,書かせてもらいました。で、9番。10が0個。おっ !0 だね。が来たので、これは答えは0。0が入ってたらね、0になりますと。 じゃあ、10が10個。ここね、すごく大事です。10円玉が10個集まったらいくつになるでしょう一回書いてみようか。ちょっとね、書くの時間かかるから許して。10が3個で30、4個で40、5個で50だね。もう一回いくよ。60、70、80、90、そして、100だよね。 10円玉が10枚集まると100になります。だから 10×10 10は100です。結構ここはミスが出る。間違っちゃう子が多いとこなので気をつけておきましょう。そして最後に鬼マークやってきました。え最初にも言ったようにこのマークあるときには本当は学校で習わないとこのこともあります。で、今回これはそうです。だから解けなくても気にしなくていい。でもね、 この動画を見てくれてるみんなだったら解けるようになるし、覚えておくとすごく便利。そう。だからね、今回取り上げました。で、先にやり方を説明します。ちゃんとしたやり方じゃなくて、ちょっとズルです。裏技みたいな感じになっちゃうんですが、これやるときにね、ゼロがいますよね。ゼロくんに、ごめん、ちょ、ちょっと待っててっていうことができます。つまり、ゼロくん待ってて、ちょっと罰つけますね。ゼロくんが今一人待ってます、ここで。待ってるよーって。で、取ると、 8×3 になりました。みんな2年生の時に九個をやったよね。8三これは24です。8×3 はね。で、その後に、さっき待っててーってしたゼくんが1人いる。その子をつけてあげればいい。こうやって。240になりました。実は答えはこれです。これで OK なんです。いい で、本当はちゃんとね、やると、30、さっきやったね、10×3 だったでしょまあ、ちょっと 3×10 って書きますけど、30って 3×10 と一緒なので、今、8×、ここが3、3×10 って、することができます。で、8×3 が24。で、24に10をかけるから240ってこと、本当はやってるんだけど、この0くま待っててっていうのはすごく便利です。っていうのも、ちょっともうちょっと鬼行くよ。 例えば、じゃあ70、70×30 とかにしてみようか。もっと大きくなっちゃった。でも、これもいける。だって、0くん待ってねえがさ、2人いるわけよ、今。1人 ?2 人。ちょっと待っててって、2人待っててもらう。で、先に 7×3 をやれば、7、3、21です。で、2人待っててもらったので、0くん2人をつけてあげれば、2100。これで正解になります。 この0くん待ってねえを使うとかなりやりやすくなりますので覚えておきましょう。ただ最後に、最後1個だけね。気をつけなきゃいけないのが、このね、もっと大きい数になっちゃうんだけど50、503×4 みたいな。時に、ここにいる0くん待ってねえは使えません。何十、70とか200みたいな。これが 500×4 だったら0くん待ってねえが使えます。2人。で、5し20だよね。 五四二十して二人待ってるから二千ってすることができるんだけど、五百三みたいな真ん中にあるゼロは待ってねは使えないのでそこは気をつけておいてください。はい、ということで今回の授業はこんな感じです。最初ね、十やゼロのかけ算これでマスターできたと思いますのでまたね、次回の動画もぜひ見てみてください。それでは今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。